6日続けて増加しました東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに1 2163人確認されました先週の日曜日よりおよそ1700人増えました前の週の同じ曜日と比べて増加するのは6日連続です病床使用率は47.3%となっています重症者は15人で18人の死亡が報告されています